こんばんは、水戸吉人です。田中陽子です。東日本発祥40周年記念大宮競輪の最終日、なんと大波乱で幕を閉じました。はい、はっきり言って思いもよらない結果になりました。そうなんですよね。いや、しかしあったかいのも猛烈だったかったですね。そうですね、珍しく、最初のこの次の特別がダービーで、横浜ダービーということで3月の下旬に行われるんですけどね、はい、でも3月の下旬でもこんなあったかさにならないんじゃないかという。そうですよね、どうしちゃったんでしょうね。陽気のせいもあるかもしれませんけれどもね。では早速今夜の解説者をご紹介しましょう、はい、専門誌赤系でおなじみの塚本義郎さん、こんばんは。こんばんは。いや、しかしね、前節は中野浩一が落車と、後節は滝沢正光が決勝で連にも絡まなかったっていうんですかね。そうね、どう言えばいいでしょう。まさかと思われた滝沢選手が敗れるって、本当に番狂わせですかね。そうですね、まあ、しかしですね、最近あの新幹線も止まりましたし、千代の富士も、ね、そうですね、連敗したりしてますんでね、平成はどうなっちゃうんですかね、まあ、という気がいたしますけれどもね、はい、では、大自由競争決勝から皆さんにご覧いただくことにいたしましょう。1番滝沢正光千葉、2番山口健二東京、3番本田晴美岡山、4番佐藤正人岩手、5番細川忠之愛知、6番佐々木光三佐賀、7番藤巻昇北海道、8番矢端誠二群馬、9番小磯慎一福島という9選手によって、行われました。発走前の控えの表情をご覧いただいています。滝沢正光、そして山口健二、この2人の 1-2 というのはなんと190円という。そうですね、はい、お願いします。最高の人気を集めたですが、なぜか大きく背中に8番が見えてますよ。光ってますね、光ってますねさあ、いよいよ決勝5周のスタートであります。東日本発祥40周年記念記念では、塚本さんと一緒にこの決勝を見ていきましょう。まず中枠からは6番の佐々木光三がスタートを取りました。スタートを決めたのは6番の佐々木光三、気合入ってますね、はい、気合を入れる意味での、うん、スタートを取ったというところですかね。7番の藤巻昇、はい、そして後方からは3番の本田晴美が、3番本田、5番細川が上がって、はい、遠征ラインが前段をキープ、まだ体勢は決まらないですけどね。そうですね、一応1番の滝沢からのラインと、3番の本田からのラインと、9番の小磯からのラインと、3部線ですね。3部線予想通りの並びにこの後落ち着きます。今回の注目はやはり1番のカイルス滝沢、初日の得点で2位、そして昨日の4番選手が上がって、はい、これで体勢はあの戦前の予想に予想通りのような点できましたね。なるほどね、前段が西の遠征ライン、そして、中段には東北ライン、そして後段に、いわゆる本命と臆されるラインということになりました。センターから2コーナーへかかろうとしております。このまま展開はもう赤番あたりまで動かないと思いますよね、はい、赤番は、周回表示ボードが赤で書かれるので残り2周、それを赤番と呼んでます。9番の小磯選手、滝沢選手、この仕掛けのポイントですね、はい、どっちが先出るかっていうですね、まあ、小磯選手の場合はあの1位だと中段で戦いやすい位置ですね、まくってもよし、その位置じゃないですかね、はい、8番の矢端誠司は昨日はまくり一発が決まっております。そして前段は変わって本田選手の出方がインで粘るのか、はい、引いてまくり返すのか、うん、この辺も微妙なとこですけどね、引くと7番手にされちゃうのでというのは嫌でしょうかね、それがありますね。3番手は5番の細川、一列棒上で変わっておりません。中段は北日本のライン、9番の小磯を実しました7番ベテラン、もうこの滝沢山口ってこのラインはもう鉄壁ですからね。そうですよね、そしてその後ろに群馬の矢端誠司が、まあ、各社競りを持ってくるとしたらこの3番手の8番車のところじゃないかという読みもあったわけですね。でこれはあの思い切ってやっぱりあの山口選手の後ろって主張しましたよね、この辺がやっぱあの気合が入ってましたね。なるほど、ここで滝沢選手が赤番過ぎで上がってきますね、はい、
本田選手はどうするかっていうところなんですけど、まあ、小磯も一緒に上がるだろうからっていうんで一旦インに粘りました。ここで思いっきりに滝沢選手が出ちゃいますね、はい、これで、いつもの競争ですか、はい、これで、東北勢が来たら飛びつきか、うん、まあ、いつもの競争はこのまま押し切りっていうのが滝沢選手の競争なんですけどね。なるほど、まあ、そのペースで今行ってますね、はい、9番選手は追い上げて8番の横で止まる。そうなんです。これは願ってもない滝沢選手のペースなんですけどね、はい、ここで波乱があるんですね。滝沢は山口もというペースなんですよね。そうですね。ただし外出りを嫌がってそのまま小石が出ていきます。ここで出ますね、はい、これで怖いんですけど、この4番の追い上げ、タイミングをずらした追い上げ、これで滝沢選手がちょっと狂いましたね。突き刺されたような感じです。そうですね。その外を本田が行く、これもいいスピードだったんですけどね、はい、さらに細川もここでコース空いたんですよね、はい、いいスピードですね。真ん中と見たのはなんと矢端誠二、6番選手もかなりいい伸びだったですけどね。そうですね。そして本田のまくりに乗った佐々木浩三、いやもうゴールラインを吹き抜けたところでパッと右手を挙げました。体重レース1着8番矢端誠二、2着6番佐々木浩三、連勝短式6番5番7450円という、後輩となりましたが、実はもう6番5番というのは小磯慎一、そして、藤巻昇というラインでも変えたという、フォーカスでありました。さあそれでは記念初優勝、そして平成最初の記念に出場して見事優勝を飾った矢端誠二、23歳ですが、はい、ごっつい感じですか、ね、そうですね。23歳にしてはちょっと老けてるかなという感じだったんですけど、外で見たらやはり可愛らしい顔してらっしゃいましたね。なんかコロンと転がしたらそのまま転がりそうな体型ですよね。まあ数字のね、丸が2つの8ですけれども、はい、広がりの8、はい、本当におめでとうございます。いや、神社です。あ、記念初優勝、しかも平成元年です。どうも皆さんが応援してくれたから感謝です。どうもありがとうございました。本当に嬉しそうですけれども、今日のレースを振り返っていかがでしたでしょう。そうですね、一応カウントラインでね、3番手から旅立ちの主導権取れば、なんとか直線で自分をね、明日まで勝負しようかなと立って、それで外を行こうか打っていこうか待って、これで直線になったら中が開いたんで、ちょうどそこただガムシャリ踏んだらちょうど伸びていったって感じで、まあまぐれで取れたんですけど。そうおっしゃってますけど、なかなかその辺のね、駆け引きというか勘が鋭かったようですよね。うん、もうね、夢中でやってましたから、でも結果が良かったんで記念初優勝、本当に嬉しいですね。本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。ではもう一度ファンの皆さんにご挨拶お願いいたします。これからももっと練習、自分やりすぎないだけ一生懸命練習して、もっと強くなって、また大宮来ますんでよろしくお願いいたします。本当におめでとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。めやめや。群馬が生んだ矢端誠二、高卒記念のチャンピオンを迎えてファンも大いに沸いてます。まあ、群馬県といいますとですね、田中陽子さんは知らない時代ですね、おじさんたちの時代ですけれども、福島正幸、田中宏、稲村正っていうね、40年代は本当強かったんですよ。じゃあまたその復活なるかというところですか。それは群馬の人はそう思ってるでしょう。若い選手がたくさん有望な選手がいますからね、群馬もこれからまた強くなりますね。ね、頑張ってほしいですね。そうなんですよね。まあ、これで例えば矢端誠二の場合には、実は記者席ではですね、直線の伸びはいいんだよと、調子もいいんだよというのは情報としてね、話されていましたけどね、はい、まあ、滝沢に勝てるとはなかなか言いにくいですよね。そうですね、まあ、本人が一番嬉しいんじゃないですかね。そうでしょうね。日本一の滝沢選手を破って初優勝ってことですからね。そうなんですよね。まあ、これで前節は内田浩二福岡、そして後節に矢端誠二群馬と、いわば、その選手の方には申し訳ないけれども伏兵が
記念を勝てということになったし、ね、それから前節の1着が佐々木明彦、後節の1着が佐々木幸三、そうです、だから佐々木兄弟を2着に考えてというふうになったレースであったわけであります。まあ、改めてこの決勝を振り返って、まず1点塚本さんに伺いたいのは滝沢正道の敗因ですね。はい、そうですね、多少油断はあったと思うんですけど、うん、いつもの積極性ですね、はい、一瞬小磯短期と見たじゃないですかね。あ、なるほどね。そうすると番手に入ったと、あれが続いて 3台東北3台揃ってくれば、番手を飛ばすか、はい、抜け出してまくり、その競争ができたと思うんですけど、はい、小磯が短期で来て、4番の佐藤選手ですか、そうです、この選手がタイミングをずらしてきたのでちょっと狂ったような感じですね、そうですね、あれはずらしてきたんですかね、佐藤正人、藤巻選手を捨てて上がったんですけどね、うん、ど、藤巻選手は後ろで本田選手の脇でどがし、一緒に並走してるんです ね、 ね、本田選手をどがして本戦の方に、うん、切り替えてますから、それを見て佐藤選手は追い上げて小磯選手の後ろを取りに行ったような感じですけどね、ちょっと仕事をして遅れていっただけです。そうですね、それに気づかずに滝沢が出て行こうとしたら、そっとまた佐藤が来て、ますます難しい体制になってしまったというわけであります。それからその他にこの決勝レースで一言触れておきたいという選手は誰でしょうか。そう、佐々木幸三選手なんですけど、はい、この選手は鎖骨かなんかでかなり低迷してたんですけどね、うんうん、横の動きと差しはほどっと戻ったといいですね。なるほど、この後トライアル、はい、ありますね、あります、活躍が期待されますね。そうですか、トライアルは3月のダービーへ向けての予選ということになるわけですけども、もちろん矢端誠二もこれで実にいい弾みがついたということが言えるんじゃないかと思います。以上、後節の決勝をまず振り返ってみました。さあ、それでは VTR を含めていつものように第一競争から結果をご紹介しましょう。ではまず第一競争であります、これもジャンの前ですね、残り1周半前からご覧いただくことにいたします。先行しているのが5番車の渋谷長野、そこへ追い上げていった4番車は埼玉の中村であります。中村、そして渋谷、その後ろが7番の千葉の木方、さらに3番の香川の瀬戸、こういった並びになります。そのままチラチラと中村が後ろを警戒しながら、第1センターを回ります。最終回の1センターから2コーナーというところ、ここで誘導員を指定線内まで外します。最終のバックに入ります。タイムが上がりました。ここで3番香川の瀬戸が組み上げて枠に入りますが、それにもタイミングを合わせるかのように番手から渋谷が出ます。渋谷が一気に出て、そしてまくり追い込みの形で瀬戸が2着に入りました。第1レース1着5番渋谷博一、2着3番瀬戸秀樹、連勝複式3番4番630円。続いて第2競争であります。こちらはうち4番の、広島の浦本、そこを7番の静岡の金出し、2番埼玉の長島、1番東京の福島という関東のラインが抑えます。さらに6番がかなりかかって宮城の只野が頑張ってきました。只野は1番の福島の外へ、この体勢で、7番の金出しの逃げ、後ろが長島と、そしてイン4番の浦本の競りになっています。さらに続いて6番の宮城の只野、只野は1番の福島をどかして切り替えたような形になりました。その外は埼玉の築地という感じですが、3番の今村でありますが、大勢4コーナーから直線に帰ってきた7番の金田逃げる金田氏を潰して伸びたのが長島、そして6番切り替えていた只野が2着に入りました。第2レース、1着2番長島富幸、2着6番只野照美、連勝複式2番5番880円。続いては第3競争であります。これは2列棒状の2列並走の形でジャンを迎えています。外側7番9番8番という柴田静岡、そして宮北静岡、船山埼玉という
いわゆる関東地元のライン、内には遠征ラインです。山口、佐賀、さらに佐賀の河原、佐賀ラインですが、さて頑張って静岡の柴田が踏みますが、そこを外から4番の大沼、福島見事にまくりを決めました。切り替えた9番車の宮北、直線乗ります。第3レース、1着9番宮北隆、2着4番大沼秀樹、連勝複式4番6番790円。ライオン競争 S 級の選抜であります。先行していたのが2番の福岡の長野、凪野、そこを追い上げていったのが5番の埼玉の森田を先導とする地元のラインです。その後ろが9番同じく埼玉の菊池、そして6番埼玉の高橋恭二、埼玉トリオ。さあこれで逃げる森田の後位、内が凪野、そして外が菊池の競りになりました。その後ろも競り、最終バック逃げるのが埼玉森田。さあその後ろの競りは7番長野の市村和明もまくりに入りましたが、結局競り勝ったのが凪野。逃げる森田は粘ってますけれども、ゴール前外から6番の高橋が伸びました。第4レース、1着2番凪野博明、2着6番高橋恭二、連勝複式2番5番1290円。続いて第5競争です。こちらも S 級の選抜、先行体制は地元9番埼玉の仕切り、その後ろが1番大阪の島岡がイン、外が埼玉服部正春ということで、外が地元、インが遠征のラインの競りになってますが、ここで栃木の福田陽生、それにつけて青森の柳屋、さらに山形の大場、北関東東北ラインという形になりました。さあ埼玉の仕切りのまくり、しかし番手から出ました、青森の柳屋。そしてインをスルスルと抜けてきたのが8番車、広島のコーナー。第5レース、1着3番柳谷聡、2着8番コーナー高則、連勝短式3番6番3020円。そしていよいよ第6競争を迎えまして、これが A 級の決勝であります。赤番から塚本さんのお話を交えてお送りすることにしましょう。はい、1番の笹本選手と5番の宇根駅選手ですね、はい、これの主導権争いが一番見ものだと思うんですけど、ここで上がってきて2人並びますね、はい、これで1番はすぐ引くか突っ張って出るかしかないんですよね、うん、笹本選手は、はい、ここで粘りますね。こうなるともう突っ張り先行しかないですね。両方お互いに先行はすごいですからね、20本以上取ってる選手ですからね、うん、ここで5位に出ますけど、1番はもうこの以上もう下げちゃ遅いですね。あ、なるほどね。もう粘らなきゃ、粘るような競争になりますね、はい、ここで後ろはもつれるんですけど、5番はのペースのような感じなんですけどね、はい、ここでラッキーだったのは9番6番選手がうまく落車で割り込めんですよね、うん、1番の後ろに割り込み、5番の選手は意外とスピードがここでないもんですから、はい、綺麗にまくってますね。福島コンビでまくりきった。展開的には5番の選手がいい競争だったんですけどね、うん、末がなかったですね。第6レース、1着9番菅森翔一、2着6番高橋義和、連勝短式6番5番950円。期待の地元はインに詰まって出られなかったという A 級決勝、続いて第7競争 S 級の特選であります。ご覧の通り、正攻法、逃げる体制は神奈川の細川、
しかしここを使えた形で千葉の泉田、まあ、逃げるというよりも泉田が来るのを待っていた細川。そうですね、はい、ここで5番選手が甘いんですよね、うん、石井の後ろをうまく取って、はい、石井に任せるというような感じで競りに加わらなかったですね、はい、力のある1番が何とかしてくれるというような感じですかね。7番もマイペースなんですけど打者を過ぎからかけてますからちょっとしんどいですね。この辺はじっくり、1番が引きつけて3、4コーナー出ますね。ここは S 級 S1 の力がある5番選手がリーダーに差し切るという第7競争でありました。第7レース1着5番伊藤克也、2着1番佐久間幸人、連勝短式4番1番1050円ということで、第7競争まで結果をご紹介しました。この後、また後で詳しく申し上げますが、菅夏のダービートライアルも始まろうかというところで、特に S 級の選手にとっては、チャンスがさらに膨らむというところなんで、そのこの後のレースでこの選手は面白そうだよというのは、ここまでのところでは何か拾えますでしょうか。まあ、注目されたのは今の7レースなんかでは人間の細川あたりもね、佐賀の若手として注目はされてますが、7レースではこの7番の泉田選手ですね、はい、全然恐れずやっぱ打賞からでも何でもガンガン先行する、はい、これは魅力ありますね。ああそうですか、はい、なるほど、今後 S 級でも期待できますね、はい、という、第7競争までの結果でありました。さあ続いてそれでは第8競争第9競争、これも塚本さんのお話を交えて、ご紹介することにいたしましょう。第8競争の方は S 級の特選、そして第9競争は順位決定戦ですが、こちらは地元の栗山が昨日に続いて連勝なのか、まあ、3番に高橋武史という神奈川の若手がいます。それから7番車、この松熊の先行力も注目されました。松熊選手は連日気合はいいんですけど競争についてないって感じですね、うん、ここも地元のラインの5番選手、ピッチが上がってますからね、はい、外は飛ばされますよね。これで、2コーナーから地元勢が先行、はい、それにレースのうまい高橋選手が3番と、はい、これ2番選手もかなりこう7番にいじめられてるんですけど、うん、まあ、くっきり抜けて早、本戦の本戦までですね、はい、番手回った地元の坂巻選手ですか、はい、絶好位で、もうチャンスなんですけどね、落車の影響で今一つ伸びがないですね、うん、3番は一番いいコースを突き抜けます。2番も大外まくり組み直しは素晴らしいですね。早めに、駆け出しました2番の鈴木志郎は元千葉現福島です。第8レース1着3番高橋武史、2着2番鈴木義弘、連勝短式3番2番1380円、難関で決まったというようなニュアンスもあります。さて続いては、第9競争の S 級順位決定戦です。こちらはもう何といっても4枠5番車の野原哲也に、全てが注目しました。はい、もう実力から言ってももうこのメンバーでは負けられないところですからね、今遠征ラインが先手を取っていまして、はい、5番選手は絶好のいい位置を占めましたね。その後ろ地元の青柳選手ですね、はい、ガッツですね、気合勝ちっていうか5番の後ろを単独で取り切りました ね石川を取りました、はい、4番の先行ではやっぱり5番の野原選手で楽にまくれると思いますね、3、4コーナーで綺麗にまくりつきますね、このまま押し切りかに見えたんですけどね、やっぱり気合が入ってますね。地元の青柳選手ですか、はい、もう意地でかわすとっていうような感じですね、はい、1番選手もかなり外を迫ってるんですけどね。